破壊された民会を惜しむマルファ、クリバジー・レーベデーブ作ミロスラフに、ラトミア・エスソードを与えるセオディシー・バレッタッキー。ミロスラフは、ノブゴロドの頭領であり、マルファが、娘キセニアのために選んだ夫でもあった。ドミトリー・イワノフ作、1808年マルファ・ボレツカや、通称女市長、マルファ、マルファ・ポサドニツァは、1438から1439年、 および1453年のノブゴロド市長であるアイザック・バレッタッキーの妻。伝承によれば、マルファは夫の死から1478年にノブゴロドが最終的にモスクワに併合されるまでの間、ノブゴロドを率いてモスクワに対抗した。マルファはメイレスと呼ばれてはいるものの、正式に市長の職に就いたわけではない。ルーシア、パノスラブ諸国には、 特定の職位にあるものについてはその妻も同職にあるものと犠牲する伝統がある。そのため、プリーストの妻はプリーステスと呼ばれるし、ゼネラルの妻はジェネララスと呼ばれる。ただし、これは彼女らが実際にそれら職責を担っていたことを意味するものではない。マルファについて言えば、ハン・モスクワの派閥を率いたことでかなりの影響力を有しており、女族長として、 カリスマを発揮していたが、ノブゴロド市長は男性の荘演主であることが就任の条件であった。ため、マルファが公式な市長になることはなかった。マルファの私生活についてはごく断片的にしか知られていない。夫のアイザック・バレッタッキーには1460年代のどこかで先立たれているが、彼女は1470年代ないしは1480年代にその荘演を イヴァン三世によって没収されるまで、ノブゴロドでも、屈指の豊かな荘園主であり続けた。14世紀より、ノブゴロドの豊穣な大地を伺い続けてきた、モスクワ大公国に、マルファが立ち向かった理由は、この財産を守るためであったと考えられる。1471年、マルファと二人の息子、ディミトリーとフェイドアは、ノブゴロドにおいて、モスクワに対抗し続けた、EN。 バレッタッキーファミリーの最後の代表者として、カジミエシュ4世に、ノブゴロドをリトアニア大公国へ移乗したいと申し出、交渉に臨んだ。マルファラの希望は、ノブゴロドにおいて、古来より認められてきた特権と法の維持であった。また、EN、ミハイロ・オリルカビッチを市長として招くことも試みた。しかし、マルファの作動を聞きつけた、イヴァン3世はこれを、 ヤジェルビーンッ条約の違反であると考え、ノブゴロドに軍を差し向け、1471年7月14日、シェロンカ藩の戦いにてこれを撃破した。この敗北により、7月24日、マルファの息子ディミトリーは、イヴァン三世の命によって処刑されてしまった。モスクワに護送されるマルファ、アレクセイ・キブシェンコ作マルファはその後も、リトアニアを頼み、 モスクワに対する策傍をめぐらせ続けたが、イヴァン三世は7年にわたって、ノブゴロドの独立を維持した。1478年1月、ついにノブゴロドは、イヴァン三世の支配下に置かれた。2月7日、マルファとその孫たちは逮捕され、モスクワに送られた。マルファは荘園を没収された上、虹にノブゴロドにて、出家し、修道所になることを求められた。ただし、 ゲール・レンホーフによれば、マルファの逮捕後の運命は、その死の日付と状況と同様に全く、判明していないという。より最近の研究によれば、マルファは、ノブゴロド大主教のフィオフィールが、ヤジェルビー・イッ条約に違反した事実をことするために、利用され、スケープゴートにされたに過ぎないという。二枚舌的に振る舞うマルファの伝説は、四百七十年代、中盤から終盤にかけて、 ノブゴロド史教座の筆者室で最初に書かれたものであるという。マルファの悲劇的な運命と広告の共和性を擁護するために戦う姿勢は、後世の作家や歴史家の関心を集め、特にロマンを好む傾向のものはこれに引きつけられた。彼女の生涯は、ニコライカラムジンによって小説化され、マーサザメイレス、オアザホール・オブ・ノブゴロドとして発表された。また、フェディタブによって、 マルファポーザニツェが出版された。アレクサンドル・プーシキンも1830年、マルファについて言及したエッセイを残している。セルゲセイセ人ニも1914年、マルファについての序辞詞を執筆している。マルファの銅像は、ロシア建国1000年祭記念秘蔵の一つとして、ノブゴロドに展示されている。この記述には、パブリックドメインの百科辞典。 ブロックハウスエフロン百科事典本文を含む、ありがとうございます。